ロードスター、こちらが初代のもので、はい、こちらが現行のもの、はい、2つお持ちいただきました。山本さん、はい、いいですね。いいですね。初代はやはり本当にいいです。めっちゃ可愛い。本当可愛い。本当だね。これあのそれもですね、初代 の、 あのマイナーチェンジする前のやつだと思います。そうですね。そうです。はい、最初出てた時って青とか赤とか白しかなかったんですけども、うん、そうなんです。4色じゃなかったです。そうですよね。途中からこれ、この、まあ、ブリッジグリーンが入って、はいはい、これがまた、あ、おい川だぞみたいなそれまで川じゃなかったんですよ。すごくそういう意味では、ちょっと羨ましい。このあれですか、ステアリングとあれのウッドは、ナルディのウッド、うん、これオリジナル、オリジナル、イタリアから取り寄せたナルディ。そうなんだ。ナルディのね、内装美しい、かわいい、かわいい、本当に、ね、なんかもう中も外もかわいい、そうですね、これ乗りたい、本当にこれ本当乗りたいこれマニュアルですか。マニュアルです。あのロードスターはやっぱり圧倒的にマニュアルの方が多いですね。ああ、そうですね。もう9割以上。そうだよね。これのこの NA にこだわるオーナー多いですよ。ああ、そうですよね。本当多い。これも結構意外と指導手でやるんですけども、意外と早めにパンパンってできますよね。これどうや、はい、どうなるんですか。これを一回これを取って、うんうん、普通これもあんまりしてないんだけどね。今このあのトノカバーしてるんで、トノカバーして綺麗にしてますけど、普段はこれがないんで、うんうん、もう手でこうギュッと持ち上げて、ロックを手動でこうピッピッと両方かければ。信号待ちでできますよね。雨降ってきたって取れてパンパンって、うんうん。あのこの車を乗ると。うん、自分の技量に合った運転ができるし、自分の技量をこの車に乗ると 100% 車を発揮して発揮することができるんですよ。でパワーがあるわけじゃないんで、アクセル全開でブレーキも踏んでコーナー回っていけるんですよ。今の車はほら性能良すぎるから、うん、もうなんか僕なんかは車の性能の 20% ぐらいしか出せないまま、はい、最後もう売っちゃう感じなので実はこれが開くとまたいいんですよ。ああリトラ、うん、開けてもらえます、はい、ほら、あ、かわいいよね。かわいい、これが本当にできー、これ、うん、早いスッて早い、かわいい、かわいいよね。ほら、かわいいでしょ。いいなー、カエルみたいでしょ。こういう車に乗りたいかわいい、顔ほんとかわいい。かわいい、これ程度いいですね。やっぱこれ、ね、もう一つすごいなと思うのはこの日本車だから、うん、一回閉めてもここのところにね段差が出ないんで、これね、アメ車なんかはこういうのあるけども、もうね、みんな段差がして、うんうんうん、下手するとこのウィンクしてるみたいにあの同時に来ないでね、こんなって全くない。今もうびっくりした。でこれがほら今の現行のマツダのマークと違ってユーノスですね。ね、あ、このユーノスのこのマークどういった意味かご存知ですか。うん、知ってます、はい、いや知りません。何ですか。これ十二人なんです。あ、そうなんですか。十二人は何でですか。それはこの車ってとても日本的で、デザインがいわゆる能面のようなね、日本の伝統的な美しさっていうものを当時デザインしたそうした車なんですよ。ああ、そういったユーノスというのもそういったのが、ユーノスっていうのはユーというラテン語で喜ぶということと、ああ、ノスという英語の集合するその合体造語なんですよ。だからユーノスバンドはお客様に新しい車の楽しみ方を提供する、日本的な価値とともにっていうことでこの車が生まれました。だからそうした思いが込められてるんですよ。だからこれもユーノスのマークも十二人へ。さあこちらは現行ですね、はい、はい、これはもうグランバランス、そうですね、あのね、はい、デザインで、そう、あの僕はもう一つ好きなのはこうテールのね、テールランプね、はい、ここのですね、後ろです、テールランプ、ね、これね、はい、よくこう頑張ってくれたなって、綺麗ですよ、はい、こんな例えばまっすぐ行っちゃうと、うん、全然違ってます、はい、あれですけども、ここでね、あえて丸にしたことによって、はい、ほっとしますよね、はい、これあれですか、もう発売して何年ですか。今は7年7年経って全く古さを感じない。確かに、はい、そうだよね、確かに、本当そうね、うん、いいなぁ、かっこいいなぁ、かっこいいし、かわいいし、うん、あー気持ちがいい。今日はさ、気候も最高じゃない。そうですね、寒くもないし、なんか一番まあ本当にオープンカー日和、本当にオープンカー日和だ。あ、オープンカーってなんか分かってはいたけど、実際乗ってみるとこんな開放感があるんだ。こりゃ
ハマる人ハマるな。あ、そうだね。あとオープンカー実は冬もいいんだよ。寒くないんですか？あのヒーターが炊くから。あ、で今香り来てないでしょ、はい、全然風が。あの意外と思った以上に、うん、の何ですか、髪の毛がブワってならないんだなっていう。そうそうそう。で大してスピード出してないのに、うんうんうん、あのエンジンの音がオールに聞こえてくるでしょ。確かに変な話、冬でもヒーター炊いて、これも特にシートヒーターもついてるんだね、うんうんうん、全然冬気持ちよさそうですね、うん、これ走りいいね、気持ちいい、気持ちがいいですね、気持ちよ、いいいい、楽しい、あとさ、やっぱりハッピーな気分、人の五感になんか刺激を与える音だ ね、 そうですね、確かに。これでもブワーって飛ばしたら、こうやってね、でも飛ばすと飛ばした方が風が来ないですね、面白い。ああそう、うん、だからある程度飛ばしてると雨の日も来ないんだよ。へえ、雨降ってもみんな勢いでこれも向こう行っちゃうから、後ろに行っちゃうから、うんうん、へえ、この辺のやつがちょっと触ってみて、こうほら本当だ、それのだから扇風機みたいに、本当本当、だから雨の日も後ろ行っちゃう、まあもちろん強い雨はダメだけど、うん、あー楽しい、楽しい車だこれは、今日特にいいよ。さあテリーさんいかがでしたか？大喜びでしたね私はもうめっちゃ楽しかった実は、ゆとくさん、うん、生まれて初めてオープンカーの、そうなんです、実は今日初めてで、うん、なんか どうなるのってちょっと実はドキドキしてたんですけど、もうめっちゃ楽しかったあのたたたた開放感があって、うんうん、冬に乗りたいなって逆に思うぐらいでした。素晴らしい、素晴らしいそう、実はオープンカーは、ね、季節は冬なんです、ヒーターをつけて、マフラー巻いて、ヒートヒーター入れて、ね、ケイトの帽子が寒くない、僕たちは労働者の仲間はそれを露天風呂って言うんですよ。あ、ここは暖かくて頭顔だけがね涼しい、露天風呂に入ってるような、確かに確かに、ね、まあ素敵な車でした ね、 ね、うん、あとパーの、まあ、これ、ね、マニュアルなんで、うん、シフトを落としてるじゃないですか、うん、そのたびに音が気持ちいいんですよ、うん、もちろんこの辺ですよね、スピード出すわけにいかないんで、それでもいい音するよね、3速から2速落とすよ、うんうんうんね、それはやっぱ気持ちいい、だから気持ちいいよ、ね、スピード出さなくてもなんていうかな、もう風が入ってくるんで体感速度は高いんだよね、これがいいですよね、いいです、もうそのとおり、やっぱ開放感、そうですね、うん、本当にそうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開しています、チャンネル登録お願いします。